ともハッピーです。動画見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日やっていくのはマジック・ザ・ギャザリングのパソコン版ゲームマジックアリーナを使った勝ちドラフトやっていきます。夏ですね。夏ということはやっぱり涼しいお部屋の中でマジックでしょうということでね、まあ単にマジックしたいだけとも言える内容の動画なんだけど、現在の最新パック基本セット2021の環境のドラフトはね、結構僕プレイしてるんで結構分かってきたんでね、その集大成としてって言ったら大げさかもしんないけど、1回ドラフトしてね7勝するか3敗するかまで続けます。道中ね待ち時間とか、考えてる時間とかこうバンバンカットしながらね、できるだけ皆さんが見やすいようにやっていくんで、よかったらね結果予想しながら一緒にお楽しみください。ではやっていきます。じゃあ行ってみましょう。これが最初の自分のパック1パック目の15枚だ。レアはちょっと微妙なとこっすね。この疑似会の動詞はめちゃめちゃ強いんだけど、ちょっと2色のカードでいきなり取りたくないなっていう、この白身とすごい好きな色なんですけどね。とはいえ謎変化も青のカードなんだけど青赤寄りのカード、フィーチャーでない呪文をね最初に取らなきゃいけない、まあ、大したことないパックだからここはパワー重視で疑似会の動詞取って使えなかったらしょうがないやで。初手はもう単純に強いカード、できれば強くて受けが広いカードを取ってダメだったら捨てると。すごい白のデッキに入るカードのオンパレード、なんだこのバッグ。白はねこの基本セット2021の環境では強い色だっていう評価になってます。僕の中では結構やりたい色で、まあこのアンコモンも結構強いんだけど、僕はね素直なのはこれかなって。いつどの白デッキでも強いこいつ、4マナ3人の飛行で出た時飛行をつけれるっていうね、かなり強化です。これはもうねここ白を重ねときたいんだけど、この間に合わせの大体も入るし除尺も入るんだけど、ここはねカードパワー優先で、ちょっとまた白も白緑もできるか分かんないし、カードパワー優先でうろつく恒例を取ります。青単色で使いやすいのにかなり強いバウンス付き飛行クリーチャー。うわーこれ困ったな、みんな何やってんだろうっていうね、よくあるんですけど、これドラフトですごくね強い X 火力のインスタントショック、ショックこの環境強い。ここは赤に手を伸ばしたいんだけど青も強いから寄せるか散らすかで、これプロのガチドラフトとかやって、まあプロって言っても元トッププロだけど今は競技プロは引退してプロのプレイヤー的な感じでやらせてもらってるんだけど、おかしいな、ショックが一番強いなパックの中で。ショック取ろう、ショックが一番強い、よしショック取ろう。おーすごいな、赤白青全部流れてくる、緑と黒はあんまり流れてこない。この1、2、3、4色が分かれちゃった時にはより信頼すべきなのは3手目、4手目、3手目、4手目の色が空いてる可能性が高い。ここは2マナかな、青は2マナが少ないから2マナ大事にしとくといいことある。このパックはまあ単純に弱かったんでしょうっていうことで考えた方がいいかな。青と赤急になくなっちゃったけど今のところ結構ちぐはぐですね。ここはでも素直に白取るしかないな、これはもう色をさらに広げれないんで。軍団のさばきも結構でかいクリーチャーとかオーラ付きクリーチャーが、ゲーム決定打になるんで、そういう環境なんで結構いいんだけど、まあたくさん入んないからこっちでいいかな、こっちもたくさん入んないんだけどこっちかな、じゃあこっちかな。より大事なのは除去。さあ赤これしか来ないのか、宝刀の方が対して青と白はこいつもね強いんだけどね、1マナ11反抗にしながら、5マナパンプできるからまあいいかなって。ちなみに、BO1 ですこのドラフト。うん、青はやりそうだな、これ取るか、よし2マナ1ドロー、こっちにある分さらに追加ドロー、さっき出てるの見たからね、もっと取れたら美味しいし。青白よし、安定色、安定色でいこう。青赤の方がデッキがねムラがあるというか安定してる青白の方いきます。で大アーテの棚卸し2枚目は魅力的なんだけど、ここはね強力な白の受給が返ってきたんで素早い反応取ります。ここは白のカード1枚しかないからもう青白に色を決めました。はい、除尺もいいですね。で果敢な一撃は果敢クリーチャーと普通に相性が良くて、まあ、カニは後でも取れるかっていうね、飛行デッキ青白の飛行デッキにおいてこういう血絶価値はいいんだけど、まあこっち取っておきましょう。カニはねそんな何枚も入んないからね。さあ色は決まったからもう黒は使わないんで流して、どうぞどうぞ。2パック目逆回りなんでね使わない色流しとくといいことあります。さあグーアの小道、まあ、カードとして持ってなかったらレア取りしてもいいんだけど素早い反応一番強い、ただちょっと消極的、強力だけど
攻めてる時弱いんだよね。タップ状態のフリーチャー破壊だから、まあ、結局負けなきゃ勝つゲームでもあるから、取りましょう。3マナ22はこいつは思ったより点数下がってきてますね。最初思ったより。お、青白の飛行のアンコモン。このね、アンコモンが各2色の組み合わせ10色分あって、だいたいね、2色の組み合わせのアンコモンの効果を見れば、その色がどんなコンセプトでデッキ組めばいいかっていうのが分かるようになってることが多いです。この天球の見張りだったら白青で22飛行で、まずこいつ自体飛行でね、自分の飛行クリーチャー呪文は1軽くなったり、他の飛行クリーチャーが出るたびにこいつプライチプライチされたりするんで、もう飛行でデッキ組んでくださいみたいなね、青白は飛行で組んでくださいっていうような感じにもう指し示してくれてます、道をね。なもんで、まああと普通にこいつはめちゃめちゃ強くて、まあ取ってきますね。こいつ4ターン目出てた、こいつ4ターン目出たり3ターン目出たりやばいっすよね。白がない、白がない。これ基本的にね、同じレアリティ内で色順に並んでくれてます。楽ですね。リアルなバックだったらもっとね、あのぐちゃぐちゃに入ってるんだけど、色順並べてくれてるんで、これアンコも終わった後白がなくて、すぐ白がないって分かるんですよね。こうできた相性がいい。カウンター、1マナハラだけ打ち消しか、飛行いたら4マナハラだけ打ち消し。まだ飛行がそんなに取れるか分かんないから、こっち取っときましょう。強オーラ取っときます。飛行の追加的なね、封じ込める僧侶、2マナ22瞬速の、まあ、おまけ能力付きって感じですね。ドラフトだとね、構築戦だと強力な対策カードなんだけど、この1マナ04とかもね、悪くないですよ。結構止めてくれる防衛戦術付き。ただまあ飛行からですね、飛行でブロッカーにもなるし、こいつもアタッカーにもなるし、ここは飛行デッキなんで、飛行からなんで地上の一目よりは、そうだな、カウンター取りましょう。カウンター2マナ圏の補填にもなるし、交渉なくて、いやーこいつまた来たけど、緑は今回全然流れてこなかったから悔いはないですね。さあ全然入れたいカードがないな、まあ、しょうがない。現状保存か。飛行クリーチャーでそんなに戦闘の直接のぶつかり合いしないから、あのコンバットトリックよりも弱めの重めの受教を取ります。現状保存、カード名からしてみますよね、ちょっとね。さあさあさあ、こいつかな。テフェリー乗ってて3マナ23で、地上の普通のねブロッカーになって、長引いた時ルーティングできると、まあ一旦ルーティングできると。めっちゃ目が落ちるけど1枚でいいかな。雰囲気怪しくなってきました。いいカードがない。メガロドも出ちゃえば強いけど、青白はねマナ加速もしないし、ちょっとシャープに戦うイメージ。回復はね白黒のコンセプトなんですよね。よし、こっち取ろう。デッキが足りなかったように2マナ3で回復マンドロ取るか、証券取るか。証券もぶつかり合いが多いならいいんだけど、こっちかな。数合わせ、よほーきつ、数合わせ、また数合わせ。シナジーがないからな、こっちの方がいいかな。除去、静かな隠しだ。やばいやばい、数合わせ連打してるだけ。また数合わせ、ガチドラとか言って03で終わる可能性もちょっとあるな、辛いな。お、いいねいいね、これは数合わせっていうか普通に入りそう。1マナ04これもいいね。3、6マナでクリーチャー2体戻すか、カード3枚、まあ、青白向きではないものの結構いいですね。これはもう上の色はもう決まってるだろうからカットでいいです。ただね、リーグ戦形式みたいな感じで同じ宅の人と当たるわけじゃないんで、まあ、そんなにカットも意味ないですね。さあ3拍目、いやー初手に恵まれないドラフトになったな今回。いやでもね、それはそれで燃えてくる、勝ったら嬉しいし、何より攻めでも守りでもやっぱ2マナ圏大事、テンポ大事だから、これ取ります。飛行の追加が欲しいんだけどないっすね、まあ、これかな。プロテクション、いろいろと便利なプロテクション取ります。ちょっと痩せている。おお来た。いやこいつも強いな。歴戦の新生エヴァも強いんだけど、ここはまあ飛行の強力なビーチャー重ねるでしょう。これこれこれ取ろう。カウンターしよう。もう消しまくろう。重い相手には勝とう。はやぶさ使いの達人、4マナ強いから白埋まってるのによく珍しく空いてる。これはまあこいつでいいか。プレッシャー、プレッシャー取っていきましょう。ほっとくとね毎ターンこう増えちゃうし、まあ一応このオーラとの相性がいい。さあここは空中操作機でいいかな。2マナで出せるし、多分証券、証券いいかな。証券こいつとかこいつと、そうですね、証券取っていきましょう。まあなんかデッキに入るか入んないか分かんないようなカードは散らしとくのが吉。後でね並べてみてどっちにしようかなみたいな。展開の処罰者嬉しい、飛行結構取れた後のこいつは嬉しいです。青白の時点でねこいつが一番強く使える。3マナ23のナイスサイズの上はタッパ。さあ簡単の3枚目よりはクリちゃんの3枚目ですね。ほうほう、やんちゃな犬で OK。 さあどうかな今回。まあまあ
まあ、なんとかなるっちゃなるし、相手次第ですね。相手が強かったら引かれるしっていう感じで、まあなんか素朴なちゃんとしたデッキっていうか、はい、こんな感じでデッキが完成しました。結構この環境は1マナのクリーチャーをねよく使います。飛行と除去はあるけども、カウンターもあるけど、まあなんかレアカードがないっていうのが不安ですね。土地も1枚削って、こいつとこいつ入れてもっとこう軽くしていくパターンもあったんだけど、2ターン目こいつがね出やすい方が勝てると思ったんで、土地17枚で痩せたカードはなるべく減らしました。それでは早速いってみましょう。1戦目、先行。うわーすごっ。まあ2、3と動けるしやるんだけど、すごい重なってますね。そう、こいつがいっぱいあるのも土地をちゃんと17にした理由。さあもう何でも使えるとき使いますよ。このマイヤーアタックは明らかに怪しいんで通しましょう。それでいきましょう。今日のリスクは土地を置いてタッパーの構えでターン終了するけど、この2マナタップした方がいいんじゃないかな。3点食らおう。1回寝かします。2マナ縛れるのでかいよね。でかいっすよね。6マナ66トランプルとかされたくないし。ああ強い強い。除去まあしゃあない。こいつは後で除去なきゃいけなそうだな。この飛行出したことで次のターンタップ起動をしやすくしておきます。うわーなんだこれ、そんなすごい全体除去みたいな。なんかこれミスクリックの可能性も含めてもうポンポンいきましょう。相手がバックアップすること考えたら、あーなるほど、マイナスにオール、これだとうまくないの。なるほどなるほど。骸骨射手これもいっちゃおう。こうなる。ノーミス久々に喋りながらやると結構難しいです。さっきのがあざとなって厳しいですね。ブロックショまだ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 、いやもうやばいかな。あーやばいやばい強い。これかなりいかれてますね。あ負けました。フルパン、ナイスフルパン。はい、ということでいきなり1回戦目負け。まあ、こういう時はね、どっちにしろ厳しかったかなみたいな、いい時ミスったみたいな感じでね、ポジティブにいきましょう。次先行。まあまあ3、4、5とまあまあいいでしょう。7枚キープ。まあ、タッパーでも飛行を寝かせて飛行で殴っていくっていうシンプルなゲーム、シンプルなゲームプラン。超強い。青からの呪言、あ白でタップできる。とりあえず出しとこう。プレッシャー、ミスターブレッシャー、とりあえずタップはしていきましょう。こいつはやばい。ここだけ、なるほど。これどうしようもない。ちょっとねでも直しておきましょう。飛行デッキの、うわー守られた。強い。レインジャーのアルジェプラ1と呪言、まずいっすね。なんだこいつは。マンガラ4マナ2を反抗いけるんじゃないかな。こいつで6発とついて、さあみんな殴れるものの大した殴れないよし先行。あいいっすね。2、3、5、これ普通に勝てそう。スムーズに勝てそう。これいいっすね。2、3、4、5、気持ちいい。超強。長引いてもタッパーで強いし、タップして素直に殴りますか。ここで殴りましょう素直に。手札めっちゃ増やされて、ジョイールで全員ね手札分のサイズにされて負ける可能性もあるんでね。ただこの飛行さんとは止まんないでしょう。おそらく勝ちでしょう。さて受けられました。1体受けられました。ただ残り2体のコンピューターが相手には止めることができず勝利。よし2勝1敗。相手クリムゾンさんっていう名前なんだ。あの有名なマジック好きで有名な漫画家の方だったりして、相手が誰なのか知る由もないけどね。このマジックアリーナね、後手のね2ターン目カウンターっていうのは特に消しやすいんですよね。3ターン目っていうのはかなりアクションしてきやすい。ああでもこっちが先にクリーチャー出せるならイケイケどんどんかな。おお何やこいつ。3マナ1を接し、次のターンルーターとカウンター構えいきましょう。こっちが余ってる時のマイタールーターは癒し。はい、どうぞ。おお、いかつ。なるほど、1個
コスト3以下を、ちょっとやばい、摂氏、プライチ、やられたよし、まだ行こう、まだ行こう、あ、もう止めるしかない、あー、強っ、はい、ということで、もう後がない、2勝2敗後がない先行、よし、よし、いいハンド、いいハンド、あー、協力やめましょう、あー、いいっすね、いいっすね、はい、消します、山の払えと消します、お、通した、すげえ、すげえ、通った、その金が1日特に変わる、赤やって、こいつは強かった、確か5マナ1茶回復ので3タップで格闘できると、こいつ格闘でやられちゃうじゃん、普通に強っ、やられる上に1点自分に入る、こいつが頼みの綱だな、お、いいね、プラ1飛行プラス11飛行をつけながら絶対的2ドロー1ディスカード超強いです、殴らせてくれない、最後の最後で投了、よし3人一応勝ち越してます、相手が最高、寂しいけど真ん中はいい、こういないしね、ルーターから行きましょう、でルーター起動とこれでパターンあるし、もう強い、相打ち上等でいきます、相手的にもね3点食らいたくないから相打ちます、タッパー、さあ後がない状態から何勝できるか、リリアナだー、でもそんなに強くないこのリリアナ、墓地にあるカードを枚数マイナス3をしてきたみたいな、次はプライチでカードを捨ててくるはず、カード捨てれなかったら3点失います、ああ強っ、強いんじゃ、お、いいねいいね、これいいっすね、ここからの実行一番軽くなってます、ああ交流系強い、どんどん手出せられてくわ、もう一体次のタップできるから、おお来た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 、生きてる生きてる生きてる、ちょっととりあえずリリアナやるしかないか、関門一つクリア、ただこいつとこいつ殴りーの殴りーの追加ドロー C の山札も削ってきて、はい、ダメですね、負けました、負けたー、というわけで今日はねガチドラフトってことでねやったにもかかわらず、3勝3敗で終わっちゃいました、あ残念です、悔しいんでねまたやってくれっていうねこうグッドボタンとかコメントとかあったらねまたやってみたいと思うんで、ぜひぜひご感想よろしくお願いします、はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました、よかったらチャンネル登録グッドボタンお願いします、また明日。